次はいよいよ私たちの番ですわね。すっかり待ちくたびれちゃったわよ。そんなこと言ってまた足がガクガク震えてるわよ。だからこれは武者震いよ。大丈夫だよ、みんな衣装も似合ってるし、あんなに特訓したんだから緊張しないで。そうよ、これくらいあのホラー映画の怖さに比べればどうってことないわ。そうよね、あの時の無にったら。何よ、いきなり。だって無に一人で大騒ぎして。椿さん、笑っては失礼ですよ。ムニちゃん、一人だけすっごく怖がってておかしかったよね。ちょっと笑いすぎでしょ、失礼ね。それにあんたたち、本番前なんだから少しは緊張感を持ちなさいよ、緊張感を。最後の皆さん、出番ですよ。あら、もう出番なのね。よし、それじゃあみんな、行くわよ。はい。皆さん素敵な仮装でとても悩みましたが、発表いたします。今年の優勝者は天使と悪魔ユニットの皆さんです。おめでとうございます。やったー、すごい、本当に優勝するなんて。優勝の決め手になったのは皆さんのラブリーなパフォーマンスです。特に悪魔コンビの可愛さアピールに審査員みんな胸がキュンとなりました。とってもラブリーでしたよ。やったわね、つばき。なんだか今になって恥ずかしくなってきちゃったわ。はるなちゃんも最高に可愛かったよ。これも皆さんのおかげです。なんだか自分でも一皮むけたような気がします。そうね、これで葵にいいプレゼントが。おめでとう、みんな。葵さん、葵、どうしてここに。エソラさんから依頼をもらってね、イベント本番でどうしてもこの役をやってほしいと言われたんだ。お二人とも葵さんのために頑張っていらしたから、ぜひ間近で葵さんに見ていただきたかったんです。さすがエソラちゃんだね。優勝しなかったらどうするつもりだったのよ。椿も春菜さんもとても可愛かったよ。二人の普段とはまた違う魅力が見られてよかった。あれ、どうしたの二人とも。恥ずかしい、消えてしまいたい。私ももう無理ですわ。え、ちょっと二人ともどこ行くのよ。やっぱり相変わらずだね、あの二人。二人の一番ラブリーな姿が最後に見られてよかったわ。